おはようございます。星野瑠璃のニコ7実践動画。この番組はパチンコパチスロ競馬大好きな私星野瑠璃の日々のスロットライフを皆様と楽しもうという番組になっております。よろしければこの動画への高評価、ニコ7チャンネルへのチャンネル登録もよろしくお願いいたします。久々にスマスロが打ちたかったので、エルバキ強くなりたくはクラエに座りました。上位 AT と万枚を目指して頑張っていきます。はい、実践スタート。バキは動画で何度か打っていますし、どこで何をやれば万枚が出るのかは分かっていますので、叩きどころでしっかり力を発揮して出したいです。低設定でもやれる台なので打ち手には嬉しいですよね。400ゲームからのゾーンです。6回を一旦ダメだけど、ここから地下闘技場416ゲーム。来た来た来た、赤まで来た、やっとか。ああ、よかった。プッシュ、赤で8点です。427ゲームお、カットイン出ました。トリケラトプス剣勝ちました。432ゲーム、投資が1万4000円で決着。さあ、一発目の解放のカタルシス CZ です。力みカウンターはゼロ、何もなしです。対戦相手は、お、進みましたね。力みカウンターゼロだったんですけど、行きましたね。右ですね、右がいい。ここでバキ打って初めて左引きました。ストック3つのとこで引いちゃったか。うわー、左の選択率は約 2.4% なんですけど、ストック20のとこで引きたかったけど、そんなとこで引いてしまった。まあいいか。さあ、一発目の AT です。外し1万4000円、左はなー、まだ取っときたかったんですけどね、後で。あ、とりあえず V ストック3つあるんで、ここで頑張りましょう。どうした親父、今日は等身大だぜ。さあ、大賀バトルボーナスです。初ゲーム数20ゲーム、 V ストックは3つあるので、ここは続きます。ラウンドの色は普通ですね。さあ、一発目のバトルパーと純増は約 2.3 枚です。 Go to next battle。 次、さあ、2セット目20ゲームです。死闘スタート。めちゃくちゃに引きました。いけるか。めちゃくちゃに引きましたが、男クラブへ行かずバトル2。ここもストックあります。あ、トリケラトップ剣白目してますよ。ここも突破。次、3セット目20ゲームです。せっかく V ストック3つ持ってるんで、ハンマーボーナスまでは行きたいですね。5戦でハンマーボーナス。男クラブ行かずバトル3。 V ストックが3つあるんで、ここも突破できます。ここは立てる。お、終了画面一応見ておきましょう。復活します。まだ V ストックありますからね。次、4セット目20ゲームです。死闘スタート。ここまで何もできず来てしまっているので、なんとか強烈薬引いて男クラブ入れたいんですけどね。うわ、激戦いきました。残り8ゲーム、レア薬引けるか。うわ、激戦いったのにレア薬引けず、
輪っかがなくなってしまった。ああ、超攻撃だ。食らいました。ここでレアヤク弱成果ですね。もう一発どっちだ。ああ、弱チェリーダメか。4セット251枚です。いやー、 CZ やっと左ファースト引けたんですけど、 V ストック3つのところで引いてしまって、で全てゲーム数が20ゲーム。わあ、残念。投手分も返ってきてないのでまだマイナスです。できればエンドルフィンポイントを解放した後、V ストック20が表示されている状態で左ファーストを引きたかったんですけど、変なところで引きを使いました。左ファースト引いたら初めてなんですよね。あー、また引けるかな。8点です。100ゲームのゾーンです。赤持ち出ましたね。オーラ、お、いいぞいいぞ。ここで強水か。力みカウンター2段階目まで行ってます。オーラが赤になりました。オーラ赤で8点。熱い、よし、できました。100ゲームのゾーンで CZ 入りました。130ゲームです。力みカウンター2段階目まで行ってます。2、お、3、4、赤まで行きました。ここも右を引いた方がいいですね。真ん中でも行けそうですけど、右、よし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 、継続。この CZ が面白いんですよ。お、ここでジャークスイカ紫になってますよ。一応右引きたいですけどね。紫だったらいけるはず。真ん中です。ラキさん、喧嘩買ってください。よし、頑張ろう。赤の上ですよ。はい、千春です。ここで AT 入れられたらでかい。まだ持ちメダルです。よし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 、わけの攻撃。ゲージ半分削りました。よしよしよし、よっしゃ、トリケラトプス剣勝利濃厚。よっしゃー、早い、ショバリー持ちメダルで AT から AT へつなげられました。2回目の AT 打っていきましょう。開始。エピソードは普通ですね。エピソードのパターンでも継続率差があるんですけど、継続率は 25%、50%、67%、80% ループとなっています。いきますよ。まずは初期ゲーム数に注目。30ゲームです。お、激戦スタートです。降格以上濃厚なので男比べ突入に期待。30ゲームあるのでレア役引いて男比べ入れたいです。おお、逆押し。このカットインね、熱いんですよ。まあまあ揃うんですよ。やった、ストップしました。曲変わりましたよ。あー、激戦行かせず。男比べは行かなかったですけど、カットインで V ストック獲得したのでここは続きます。次2セット目。お、30ゲーム死闘スタートですけど、30ゲームなので頑張りたい。あー、30ゲームが活かせず。バトル開始画面青ですね。ストックはありません。継続率でいけるか。キック、キックは弱そうだけど立てるかどうかお願いします。あは、ダメ。2セット140枚です。あー、終わっちゃった。
セリフも普通でしたね。バキでした。AT 中に強レア役が引けない。ただ AT は軽いですよね。持ちメダルは200枚です。地下闘技場100ゲームのゾーンです。持ちメダルは残り37枚なのでバトルまではいけなそう。赤、わあ、ここで赤になってからの強水化、いいですよ。力みカウンター2段階目になりました。赤で8点です。お、何これ、熱いですね。お、ハンマの目覚め、下の帯にハンマの目覚めは大チャンスって書いてあるんで行きます。128ゲームギリギリ持ちメダルです。残り12枚。3、4、あ、赤だ、行きます。継続、赤からの継続はいいですね。どうなるか、真ん中が紫になりました。あー、紫だったらいける。ロキさん、喧嘩買ってください。かなり熱いはず。千春の攻撃、持ちメダルが残り17枚、持つかな。え、大丈夫か。わあ、食らいましたね。え、ダメ、紫ですよ。え、ハンマの目覚めから紫だったのに。うわ、ダメだった。持ちメダルなくなったのでここから追加投資していきます。かなり熱いパターンだったんですけどね。うわー、外れた。100ゲームのゾーンです。戦いの聖地へからバトル発展。金山薫、はい、地下闘技場です。お、赤だ、はい、お、続く、赤で発展です。100ゲームのゾーン、赤持ち出ました。モードがいいところ動いてますね。長距離トリケラトップス戦で勝利。130ゲーム解放のカタルシスです。残念ながら力みカウンターは先ほど転倒が終わってしまいました。相手は、おお、初めての渋川さんスタート。うわ、マジ。さあ、ここで強敵ですよ。渋川さんで勝利すると隠れストックを持ってる可能性が高くなるらしいので、それに期待ですね。あー、ここでなくなってしまった。勝てるか、ダメでした。セリフ普通でしたね。エンドルフィンポイントがまた溜まりました。資産はまだ出てません。今はシゼット2スルーで23ゲーム回してる状態。シゼットは4回目、3スルーした後の4回目のシゼットで AT に入ります。追加投資4枚目していきます。ゲーム数は360ゲームCZ を2スルーしてます。3枚目入れるときはそんなに気にならないんですけど、4枚目って心にきますよね。5枚目6枚目っていかなきゃいいけどな。エンドルフィンポイントも溜まってるように見えて何も下出てないんで、まだおそらく70ポイント以下なんですよね。何かしら示唆が出てくれれば追っかけたくなるんですけどね。まだ設定した画面も何にも出てないしな。
400ゲームのゾーンをまたいだときにちょうどハンマーメーターが溜まって前兆が発生して CZ は行かなかったんですけど、その後400ゲームの前兆が始まらなかったので400ゲームのゾーンもスルーしました。天井が見えてきましたね。なあ、これ強水化だったら鬼カウンターですよ。ああ、ジャッカー力みカウンターが4段階いきました。これ追加だったら鬼カウンターいきますよ。はい、あーチェリーハンマーメーター溜まりました。うわー、あと25ゲームか、間に合うかな。20ゲーム以内に追加を引くか、このハンマーメーターの前兆で CZ に入るか、どちらかでめちゃくちゃチャンス。天井も間近なんですけどね。ハンマーメーターの前兆は消えてしまって600ゲームからの前兆が始まってます。あー、力みカウンターが残り2ゲーム、4段階なのに。あー、終わっちゃう。あー、終わっちゃった。残念ながら力みカウンターは終わってしまいましたが、うわー、ここでトリケラトプス剣。うわー、レキビカウンター4段階でした。615ゲーム、解放のカタルシス AT5、 3回目の CZ です。お、あー、黄色まで。これはハマったのでスルーさせたくないですね。お願いします。右で黄色じゃまだダメよ。うわー、真ん中か。あー、待った、来た。お願い、マットストック何個あるか分かんないんで継続引いときたい。よし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 、継続。緑か、緑もまだな。赤までは行きたい。右お願い。うわー、待ったわ。あはは、ない。緑で発展。ビスケット売り場です。サイド3個。うわー、強い、攻撃強い。一発か。うわー、一発でいった。バキ立てるか。あはは、立てない。セリフも普通でリセット。めちゃくちゃ溜まりましたね。これで CZ が3スルーになりましたので、次の CZ で AT に入ります。あとはどれだけ負け分を少なくできるか。 V ストック3つだったんで。出ました、エンドルフィンポイントの下です。オーラが青なので70ポイント以上ですね。エンドルフィンポイント解放までは続けます。追加投資5枚目です。ついに5枚目まで行ってしまいました。次の CZ で AT に入るのでなるべく早く CZ を当てたいです。ついに6枚目追加投資です。あ、さっき600ゲーム超えて CZ 入ってるんで、次400ゲームのゾーンで当たればまだマシですけど、400ゲームのゾーン超えたらほぼ600ゲーム以上になっちゃうので辛いんですよね。前回の AT からすでに3万7000円追加投資してます。400ゲームのゾーンです。あー、カバでいった。続く。あー、続く。ここで終わってしまう。力みカウンター終わった。来ました、ハンマーの目覚め。400のゾーンで CZ 行きますね。この CZ は3スルー後4回目の CZ なので AT が確定している CZ です。行きます。よし、やっといった。金文字出ました。429ゲームです。解放のカタルシス4回目の CZ。
あ、エントリフィーポイント解放した、来た、やばい、来ましたよ。左ファーストで V ストック20個、ここで左を引こう、全ての引きをこの CZ に行きます。緊張する、今日引けてるから左引けるはず。もう一回左行こう、左か右ですね、とにかく真ん中を伸ばさないと。待って待って待って、あーまずか、一発で真ん中、 V ストックもなし。せっかくエンドルフィンポイント解放させたのに。さあ3回目の AT です。追加投資39,000円、総投資が53,000円です。さあ3回目の AT、 さあなんとか続けないといけない AT、 さあ行きましょう。初期ゲーム数注目、あーラウンド3が赤い、20ゲームですね。ラウンド3まで行ければ降格以上スタート濃厚なので、男比べに入れられてハンマーボーンナスまで行けるかもしれない。なんとか自力でラウンド3まで持っていきましょう。男比べ行ってるな、これ行きます、連打、よし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 、やっと入りました男比べ。はい、まずはストック2個が必要ですね。おはびっくりマーク3つ、これはなんだ、強烈薬、あいいですね、強水化、ほい、まずは1つ、よしよしよし、あお紫ナビ出ました、いけるよ、やった2つ、おお、ここでカットイン、脇のカットインは熱い、よっしゃ3つ、まだ終わらせない、おお冷却です、弱水化どうか、よっしゃよっしゃよっしゃ4つ、これでハンマーボーナスまではいけますね、まだいけるよ、やだ、うわー4つですね、きた、覚醒した、自力で20銭持ってくしかない、よっしゃ男比べいきましたよ、5個以上狙っていきましょう、カットイン出ました、冷薬です、あー強水化だ、男比べ面白い、やれてるぞ、熱い、よし2つ目、転落させないで続けることが大事、いけるよ、3つ目、男比べのレベル高いでしょ、うわー3つ、まずまずこれで V ストックは7個ですね。さあバトルです、1ラウンド目で7個ストックできましたのでハンマーボーナスいけます。お次2セット目20ゲームです。楽しい AT が打てますね、自力で20戦持っていくしかない、グローブを外したの、さあ2戦目、次3セット目20ゲーム、赤いとこですよ、よし、あはは激戦生かせなかった、次4セット目20ゲームです、1スタート、おこもじ出てます、え金だ、継続確定プラス 67% 以上のループですね、濃厚、継続率いいんだ、頑張ってストックも取りつつ継続率でも伸ばしていくしかない、
本当に20戦頑張ろう。あ、レア役だ。チャンス目、次5セット目、二条ゲームです。金文字。あ、赤い。ハンマーボーナス。よし、やっとここまで来れた。持ちメダルは400枚ちょい。ハンマーボーナス中、上乗せはできず396枚。次6セット目、20ゲーム。6セット目と8セット目が赤いです。さあ激戦、ここで頑張ろう。ジャックチェリー引けましたが男比べ入らず。次7セット目、20ゲームです。始まってんだぜ。はい、7戦目です。ここまでは上乗せしてるので続きます。問題はこの次からですね。食らった。うわ、終了画面見て、やる価値十分ってわけだ。復活するはず。え、あ、びっくりしたびっくりした。そうですよね、7個上乗せてるんで。さあラウンド8は二条ゲームです。次激戦スタート、降格以上濃厚です。目に見えるストックはここまでになりますので、ここで上乗せて次のハンマーボーナスをまずは目指す。あー、来た。はい、ジャックチェリー、いける。さあ何としても上乗せましょう。男比べ5個以上乗せれたらチャンスですよ。レア役、いけ、よし、1個、まずは1個、大事。1つ乗せるのも大事ですから、一歩一歩行きましょう。うわ、1個。お、4まで行ってますよ。よし、強チェリー引きました。赤文字出た。男比べ今日はできてるんでね、やれてる。よし、いけるよ。うわー、弱水化もったいない。レア役引いたら乗ってくれ。いけるよ。うわ、あーはーはー、終わっちゃった。ゼロ。ラスト。あー、一個だけ上乗せられました。次9セット目、20ゲームです。よし、トスタート。温まってきたぞ。さあバトル開始画面は青。継続率が 67% ループ以上はあるはず。攻撃強い。食らった。まだ終わりたくない。ああ、画面普通だ。セリフは、男同士イチャイチャと。男同士イチャイチャとは逆転オア通常 B 以上ですね。とりあえず9セット715枚、逆転あるはず。逆転しろ。よっしゃ、次10戦目、入場ゲーム。危ねー、もっと強くなります。さあバトル10戦目ですよ。開始画面は青、デフォルトですね。750枚突破。強い、攻撃強い。突破したい。ハンマーボーナスなのに。さて、うそ。10戦757枚。セリフは、
やる価値十分ってわけだ。やる価値十分ってわけだは天国期待度アップですね。終わりかも。いきます。あここまでか。持ちメダル795枚です。ハンマメーターがたまりました。ハンマメーターは8回目です。ここまでにハンマメーターからのシーデットはなし。はい、北闘技場状況ゲーム早いですね。あ、行きそうだこれ。発展です。緑で発展。花山薫ですね。期待度 2.5。 あ、耐えた。お、びっくりマーク出ました。トリケラトプス剣、ジャックチェリー。ハンマメーターからやっとシーデット行きました。8分の1、33ゲーム持ちメダルです。頑張ろう。レキミカウンターは何も点灯してません。お、黄色まで進みましたね。右右です。お、え、めっちゃカットイン出てる。え、どういうことどういうこと。左なんじゃない。右だった。3段階カットイン出ましたけどね。緑右、一番最初に左ファースト引いたときカットインなかったですよね。継続。よし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 。赤紫まで行っときたい。今日一回紫で負けてるんでね。赤じゃちょっと嫌だ。あ、赤か。待って、あるか。赤ですね。いけるいける。ジャックハンマーです。期待度 3.5。 バキいけ。お、トリケラトプス剣勝ちますよ。勝利濃厚。やった、早い早い早い、勝負あり。やった、持ちメダル743枚残して勝ちました。一発目ハンマーメーターからの CZ でエティ。よっしゃ、4回目のエティです。こんなに早くエティつなげられるのなんて珍しいので、持ちメダル1000枚目指します。お、キョウチェリー、ジャックチェリー。お、初期ゲーム数50ゲーム、ラウンドの色は赤はないですね。50ゲームはありがたい。純増約 2.3 枚あるんでね、なるべく回したい。やった、男比べ入った。ラスト2ゲームでした。4つ乗せたい。怖い怖い怖い。まだ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 。早い、終わった。0個。お、お、レア役ですね。ジャックチェリー引いたけどダメでした。さあバトル開始。開始画面は青デフォルト。おお、やった。駆け抜けがないのがいいですね。よかった、なんとか2戦目まではいけました。次2セット目、20ゲームです。おお、激戦スタートだ。熱い。20ゲームしかないけど降格以上濃厚なので頑張りましょう。うわー、オーラ出てます。ラストゲームチャンス目だ。あー、ダメか。さあ2セット目のバトル。お、やった、続きますね。継続率いいかもしれないぞ。もしくは裏ストックがあるか。次3セット目ネジオゲームです。死闘か。さあバトル3、ずっと青ですね。怖い。ああ食らった。いや強い強い。ここに来て食らってしまいました。立てるか。あー、ダメ。高設定したジャック出ました。
セリフは普通。ああ終わった、まあ、それまでの展開もあんまり良くないですし、持ちメダル1000枚いかなかったんですけど982枚あるので、セリフもデフォルトだったんであんまり追いかけてもなっていうのがあるんですよね。たまにすぐ前兆が来るパターンあるんで、すぐ前兆が来なければ20ゲームちょい回してやめましょうか。特にカウンターも何も溜まってませんので、本日はこの辺で実戦終了したいと思います。ありがとうございました。はい、実戦終了ということでお疲れ様でした。本日はエル、バキ、強くなりたくばクラエを1台打ちました。総投手が5万3000円で回収が955枚ということで、残念ながら負けてしまいました。総ゲーム数2829ゲーム回して、ハンマーメーターからの CZ は1/8、終了画面で高設定示唆弱が1回出ました。 AT は全部で4回入れまして、4連2連10連3連で駆け抜けはありませんでした。最初に左ファーストナビが見れたのが嬉しかったんですけど、まあ、残念ながらタイミングが噛み合わなかったのが残念です。エンドルフィンポイントは何かしらの示唆画面が出たら割とすぐ溜まりますので、解放まではまあチャンスなので打った方がいいかなと思います。バキはすごく好きな台なので、また座れたら打ちたいと思っております。よろしければこの動画への高評価、ニコ7チャンネルへのチャンネル登録もよろしくお願いいたします。次回からもまたいろんな台を打っていきたいと思いますので、よろしければご視聴くださいませ。本日も最後まで見てくださりありがとうございました。じゃあまたねー。